今回は、自信をつけるには、というお話です。自信をつけるにはどうするか。努力と行動の量に比例して、自信はついてくる。努力も行動もしていなくて、本物の自信がつくわけはない。そして、他人と比較しているから、どんどん自信がなくなってくる。他人と比較するのではなく、自分自身の良さをもっと引き出すことに力を注ぐべきである。自信をつけるために行った方がいいことは3つ。1、これだけは誰にも負けないという何かを作る。誰にも負けないというものを仕事の中で作る。2、自分との約束を守る。どんなに小さい約束ごとでも、決めたことは必ず実行する。口約束はしない。3、目の前にあることに全力を挙げる。仕事をしている時間は、仕事に集中する。目の前にあることに全力を挙げることを意識する。一つのことは、紙一枚ほどの差かもしれないが、それが10枚、100枚、1000枚と積み重なって束になると、いつの間にか大きな差になる。そして、ちょっとずつ自信がついてくる。仕事の神様が、贔屓したくなる人の法則。伊垣俊秀著。最後までご視聴いただき、本当にありがとうございます。チャンネル登録、コメント、いいねをいただきますと、今後の励みになります。